自分のあのやっぱりこう整理しとくべきだったね。いや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 、もうね、面倒くさくてね、自分のことだからね、仕事の流れの話で、でこれ再生工の表紙と、ね、これつながる表紙ありましたね、ありました、再生工とつながりました。これがデッサン画で、でこれが一番上ですね。ブログが原稿あったからあれで集まってもよかったんで、ね、なあ、再生工、解説工です、うん、これが一番上で、この辺が、これがあの一番です、科学の頃の、てかそちらの科学の原稿ですね、表紙ですね、うん、であの全部、全編あるけど、250ページあるから、うん、一旦だこれは、重たいんですよ、はい、デッサン、デッサンです、あの下書きで、これも結局完成したからさ、あ、これあれだ、あのこれです、あれの、あのイメージダイラストラフみたいな感じで、これがなんかキャラクターデザイン、うん、これはなんかここにちょっと置きましょうか。でふるさと芸者、ふるさと芸者、これめちゃくちゃいいですよね。ちょっとさあさん、この辺あのモリモリに詰ませてもらって申し訳ないです。これね、色塗りはね、はい、うちのやってくるわ。ちょっと、あ、うちの自分とかね、ええ、だから。逆になんか、こんなところであの同時進行でやってて、本当に申し訳ないです。いやいや、これですよ、これ。これがもう、すごいいいですよね。ね、これ表紙よね。表紙がない。表紙どういう座を覚えがない。大快楽のこの。タイトル。エイリアンの話やね。ええ、そうです、うん。タイトルがわかんないんですよ、これ。何やったかね。書いたね。そうね。ね、まあ、探してるんですけどね。大快楽、ね。大快楽です。これも中期第2回回したい感じですよね。いいっすよ。2回回しちゃう？これ2回回しちゃいます。で、これは2回目の多分あれメインになります。1回目のメインはヴィーナス仮面なんですよ。ヴィーナス仮面に持ってる要素が多分ここにもあるので。でそれはもうヴィーナス仮面で全部保管してもらうつもりでいます、うん、SF 的に時計はまたあのエロスの神話のね特集の本、はい、ありますかね。迷って持ってこなかったけどでもだったら出さない方がだって見えない方ががっちり値段が分かるもんじゃないですか。なんかちょっとあんまり怖いところもあるんですよ。結構みんな好きな人は持ってる、うん、持ってるけど、ね、手放さないんで、うん、出てこない、うん、これもいいですよね。コピーだけでも持ってさせてもらって、うん、それもいいコピーは並べたくないよね、うんうん、まあ、まあ、別にそこまでだから多分原画見て、うん、ある作品だけお腹いっぱいだと思うんですよ。あんまなんか細かなところを資料的にやりすぎなくても、うん、今回いいと思ってるんで、うん、ちょっと今回はやっぱりこの辺のものをちゃんと見せていく方向で僕はやりたいなと、うん、ちょっとアンケートみたいな形で、うん、ね、次何が見たいかっていうのを、うんうん、よしこちゃんの資料を見て、ね、こういうのだけですね、結構、うん、これのだけ並べても面白いから、ね、あ、100円書いてるとね、うん、そんな、うん、でもなんかベリベリにしちゃってるのが多いからね。これってこのまんまで飾った方がいいと思います。これない方がいいと思います。うん、そこが悩むところだよね。難しいんですよ、うん、いくつかこういうのも置いといてもいいかもしれないですよね、うん、あってもいいと思う、うん、ドヤマプロダクションっていうのすごいな。そうこれなんですよでもそんなのは緊張する。でもこれいわく送った出したり送ったら、うん、ドヤマプロダクションで使ったやつを入れて戻ってきたりするんですよ。整理するのにさ適当じゃ。だから他のね絵描きの原稿が入ったりするよ。ああ関係ないやつ何やったかな。これもそういうちょっと内山木のあったかな。どうすかあったよね。反則ですよね。反則もこれもうダメですよ。これ完全にということは僕のも他のところに行ってる可能性があるわけ、うん、そうですね。これ先生書いてないでしょ。書いてないバレちゃうんだ。まあそういうのは一切書いてません。でもいいですよね、うん、あれ、まあ、いい奥田君だから、うん、これ表紙違うんだ。そうもっとセクシーと、これはこっちが密室で捕まえてですから、そう違いますよ。違うんだ。
これは一時ね、表紙だけさ、売ったでしょ。はい。だからちょっとバラバラなんだけどね。でもこれは次ですね。だ一番いいなと思ってる表紙がさ、うん、もう売っちゃってないわけ。まあ、みんな欲しがるのと同じ。欲しいな、ね、なんだっけ。袋は何？これは、いや、ちょっとね、違う気がします。これです。そんなもの、原画展やるなんて、もう思いもしないから、ね。多分ね、バネラガボを送ります。あ、バネラガボへ送れば、うん、多分次に声かかると思います。バネラガボってなんですか？銀座のこういうのをやってる。名古屋？銀座です。バネラガボ、うん、あ、そうそう、どうあそこは、官能系の原画展やなんかで、よくやってる、うん、いいかもしれないね。だから、そういうとこ送って、うん、例えばこういうのを銀座までやりましたよっていうのがあると、うん、これ語る可能性はありますよね。そうですね。ちょっと本当に多分漫画だけで売るよりも高い値段で絵が売れてきますよ多分。そうです。本当のアーティストラインでの売れ方っていう。あっちだと原画の買い取りじゃないですか。その要するに漫画として売るための商品としても。そうじゃない一点物の作品として一枚一枚売れてると思うんで。買いがてるね。うん。そりゃそうかもしれない。それは多分本当に実写の作品だと幸せなことですよ、やっぱりファンにとってもそれこそ、うん、そうね。銀座ですか？ザ・銀です。銀座です。あ、また落ちた。なんだこれ。あ、そういうのがバラバラ落ちないな、うん、いいっすよこれ。ポップなおにぎり350円です。ポップなすごいなんかそれさ、なんかこれだけで何かにラミネートして販売してもいいですよね。土屋慎吾一言を社食やっぱ学装だ。でもこの字土屋慎吾って書いてあって、うん、ちっちゃいのに学装する。ここにサインしてもらうから嬉しい。うん。でも学装で、あ、でもちっちゃいの学装で土屋慎吾サインに入れたらいいですね、なんかね、うん、それを学装するの、うん、一言もの落ちちゃったものに対してそういう生かし方はもしでも必要であれば戻しますけど、ただでもそれも別にだから捨ててしまうというのか、戻せるときあったときに残しておくっていう意味でも、まあ買う人がいたら結局下には下書きがしてあるんで、うん、あ、そうですね、うん、まあ後でだからこちら側でも作れることもないわけじゃないですか、うん、でもこれはこれでいいと思うよ。とってもいい、うん、そういう発想大好きだね。本当先生、さすがです。なんか僕それ思いつかなかったけどめちゃくちゃ面白いです。これがそれアシスタントの奥田さんがいた頃です、ね、いないいないんですか。いないです。あ、本当だ、言われる。確かに、まあ、全部自分です。これは結構後半の方だ。これは、ね、ネタが面白いってやつ。うん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 、読んで面白いです。後でちょっと見させてもらいます、はい、もう一回。